これはすごいミラクルだよ。いや、このうまい方が、あれはいいわねって、泣いて喜ぶ人もいるくらいですから。昔ね、この辺全部畑屋だったんだけどね、今ね、うち行くの。いろんな織物を自分で開発してきたんですよ。俺のはまるっきりローテクですごいんだ。あったかいということでは最高だね。ここに空気が溜まってくれるんでね。胸に来るものがあったんですよ。楽な方の道は歩まないようにということは子供にも教えてきたんで、どっちしようかと思った時は難しい方に行けと。玉手箱みたいに頭からいろんなものをこれから出るかいなと思っていろいろ考えてるんですけど。